皆さんこんにちは。バイヤー担当の大場です。今回はディスプレイの大きな要素になる一つ、アートについてご紹介します。アートって飾るのが難しそう、ちょっと高いんじゃないのかななんて、アートに興味はあるけど暮らしに取り入れるのはちょっとハードルが高そうと思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。ですがアートは1枚飾るだけで簡単にお部屋のアクセントになり垢抜けるアイテムの一つなんです。実際に、私のお部屋で取り入れた様子をご紹介します。まずアートを飾る前にフォーカルポイントについて触れさせていただきます。フォーカルポイントとは、お部屋で最も目に入りやすい場所、イコールお部屋の印象を大きく左右する重要な場所です。リセノではこのフォーカルポイントをお部屋作りにおいてとても大事にしています。分かりやすい場所は部屋に入った時に一番に目が行く場所です。自然と目が先に行く場所、お部屋の中心となる場所のゾーンが多くの方に当てはまるかなと思います。このフォーカルポイントを作り込むことで素敵なお部屋作りにつながるのです。とはいえなかなかディスプレイ品を揃えるのには選ぶのに時間がかかったり、組み合わせることで悩むこともあるかなと思います。そんな時にアートは1枚でグッとお部屋の印象を変えてくれるのでとても便利なアイテムです。それでは実際の私の部屋で取り入れたアートのご紹介をしようと思います。まずはこちらの寝室、ヘッドボードの上に何もなくて真っ白な壁で寂しい印象でした。そこでここにリセノのアートフレームとポスターを取り入れてみようと思います。いかがでしょうか。1枚あるだけでぐっと彩りが加わりましたね。余白が程よく埋まって寝室のフォーカルポイントが作られました。こちらはリセノオリジナルのアートフレーム、オークラウンドフレームです。サイズは4サイズありますが、今回は50センチと70センチを選びました。リセノのこのオークラウンドフレームは角に丸みがあって優しい雰囲気が作られます。でこの丸みのところは、角の部分がフィンガージョイントという加工をしていて外れにくい仕様になっています。このフィンガージョイントが機能面でも役に立っていますが、個人的にはこの噛み合わせが古いヴィンテージ品のようにも見えて好きなポイントの一つです。ベッドのヘッドボードやラスの棚など結構角が強い家具がこの辺りは多いので、丸いフレームが入るとぐっと柔らかな印象が足されたなと感じます。こちらの透明な前板はガラスではなくペット樹脂という素材を使っています。ガラスより軽量にもなりますし、実はこちら日焼け防止にもなる素材なんです。ちなみにこちらのサイズで重さは 1.9 キロです。石膏ボードや通常のお部屋の壁であれば、このような市販で売られているフックが個人的にはおすすめです。そして、私はポスターは女性のイラストが特徴的なものを選びました。ちょっとインパクトが強いかなと思ったのですが、柔らかくて温かな色合いと曲線の女性のイラストがすごく優しい印象になったなと感じます。寝室は一日の終わりと始まりの場所なので、より穏やかなお部屋になりました。私はこちらが着替えて整えていく場所でもあるので、なんだか気分が上がってこう嬉しい気持ちになる場所にアップグレードされたなと感じます。次にリビングに取り入れたアートをご紹介します。こちらは少し応用編です。私は小物や雑貨がすごく多いのですが、細々したものばかりだと結構煩雑な印象になることがあります。その中に1枚アートがあるとグッとメリハリが生まれます。ちょっと設置してみます。今回は壁には取り付けずにスツールの上に置きました。
フレームはヴィンテージショップで買ったアンティークなフレームです。でこの中に大好きなフィリップ・ワイズ・ベッカーというアーティストのポスターを飾っています。小さいサイズのアートなのでスツールの上でも置きやすいですね。アートの手前にお花や好きなヴィンテージアイテムをディスプレイすることでよりお部屋が引き締まりました。いかがでしたでしょうか。アートが1枚あるとお部屋のクオリティをぐっと底上げします。非常に費用対効果が高いアイテムなんです。多くラウンドフレームやポスターともにリセノのサイトや店舗にて購入いただけます。さまざまなスタイリングもご紹介しておりますので、ぜひそちらもご覧ください。最後までご視聴いただきありがとうございました。